おはようございます。今日はねこれからラストシミソプールでトレーニングです。次戦まであと今日で36日なんですけど、まあ、今日ねここのプール最後営業最終日ってことで気合い入れて頑張りたいと思います。最近ちょっとぎっくり腰の方もねだいぶちょっと昨日オフィシャルサプライヤーの、まあ、ボディースイッチさんのタクトレーナーにコンディショニングでマッサージしてもらったらだいぶ、まあ、楽に痛みの方が和らいだんで、まあ、まだ少しねまだ少し違和感はありますけどそういう感じです。いやー寂しいな。今日はちょっとね水温が少し26度低いんでスタッフさんにちょっと冷たいよって言われたんですけど、まあ、ラストなんでちょっとしっかり気合入れて頑張りたいと思います。じゃあこれから準備します。はい、というわけで今回もオフィシャルサプライヤーの日本新薬株式会社様から提供していただいているエナジージェル、今回もオレンジ風味とエナジースティックいただきます。いつもサポートありがとうございます。はい、じゃあねこれからラスト入水するんですけど、今日ねちょっとまた午後からプール移動してレッスンとスイムイベントあるんで、移動ねまた2時間半くらいかかるんで行くだけで、だからちょっとメインスイムを短縮してやって、今回は、まあ、テロポジ着用して25メートル2本、50メートル1本を、まあ、1セットだけ、時間があったら2セットやるんですけど、まず1セットだけやって、まあ、目標タイム前回25秒07、惜しくも24秒台出なかったんで、まあ、24秒台目標にで、1本目もしっかり11秒台、2本目も11秒台できたら、そういう感じでちょっとだから入水します。減量ね、1年以上減量今してるんですけど、一昨日やっと81キロ台、目標は81キロ台だったんで、ですけど、
81.8km まで落とすことができました。まあでもね、昨日ちょっと1日久々にいて、1日オフ設けて、まあコンディショニングでマッサージしてもらったりとか、まあそこに自分でプライベートちょっと楽しんでいたんで、で一応チートデー、好きなものを食べてたくさんと、週1回の楽しみっていうことで、チートデー設けてるんですけど、まあそれちょっとね、体重今1日食べて増えましたけど、まあ今日からまた戻したいと思ってるんで、でこれからメインやります。また前回と同じく25m2本、50m1本、1本目が45秒サークルの2本目が75秒、1分15秒サークル、25m2本やってから 50m1本を続けて、で前回2セットやったんですけど、1セット目の 25m1本目が11秒51、で2本目が12秒16、3本目、 50m が25秒07、前半12秒89と、ちょっとそうですね、まあ、後半がね12秒18か、前半がちょっと遅かったんで、まあ、しっかり前半からタイム狙って、で目標のまず24秒台、今もうそろそろ10時もあるんですけど、あともう少しでちょっと出発しなきゃいけないんで、まあ、この1セット集中して頑張ります。痛いじってきます。タイムの方が、25m1 本目11秒40で、2本目が11秒79で、ラスト 50m が、まあ、全体的にストローク数ちょっと1回、まあ、2回ぐらいちょっと増えてるんですけど、それでもラスト 50m が24秒97、前半12秒64、なんとかタイム上げることできました。いや、よかった。きつかった。でも全部もうね、出し切ったんで、2セット目はちょっと体力ないんで、はい、っていう感じで、まあ一応秘密のプールラストトレーニングメイン、なんとか目標タイム出すことできました。まあね、6月からまあここお世話になってますけど、まあ、すごい充実した、集中して充実したトレーニングすることできたんで、本当にもう環境も提供してくださったプールには本当に感謝しております。まあね、今週からまた別の元の拠点に戻りますけど、まあね、10月のマスター大会まであと36日しかないんで、まあ、やれるだけのトレーニングしっかり積んで、まあ、目標の 50m が22秒台、100m 51秒台に向けて頑張りたいと思います。じゃあまた後でお会いしましょう。じゃあバイ。